I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, the Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one month trial. 毎週木曜日のこの時間は三好豪平のブラッシュアップ、さあ、今ょうは三好さん、本日はですね今週末9月1日から9月3日まで、えっと、福岡アジア美術館で開催予定のイベント、はい、パムパーティー a t t h e m u s アム m えー、水のアジア転変と、えー、そちらのトークイベントにご登壇予定のノンフィクション作家高野秀樹さんについてお話をしたいと思います。はい。パム、パム<ー>ね、これパムってなんじゃらほいっていうことなんですけど、これ今申し上げたようにパーティーアットザ ミュージアムこれね頭文字をね拾ってみてください、はい、これ p a m p u m いきましたはいということで、まあ、その名の通りまあ美術館で、まあ、パーティーを行うっていうことをあのやっているやるイベントなんですね、えーでまあ今回が初回になるんですけど、えっとまあ、だからって単純に美術館で、まあ、そのなんか全然美術館ともあるいは展覧会とも関係ないパーティーやったってしょうがないので、うんえっと、このイベントは、まあ、その展覧会を五感、まあ、丸ごとで楽しむパーティーイベントっていうことをまあ まあ、あの打ち立ててておりまし会期、ええまあ、中に福岡アジア美術館で開催中の、まあ、この番組でも実は7月の頭にですね、うん、ご紹介した水のアジア展というのがありましたけど、はい、あのこちらをテーマにですね、うん、あの展覧会を見るだけではなくて、ええ、この水のアジアっていうのをですねこう食べて飲んで。 学んで踊ってみたいな感じで、うん、まあ丸ごと五感でですね楽しめるようなさまざまな企画を展開すると踊もあるるんんんででですすすそうな例えばこれど,どういうことかっていうと「うんえっと、食べる水のアジア」ということで言えば、はいえっと、期間中、えー、後半2日9月2日と3日にはです、ね、朝から、えーえっと、福岡で大人気のアジアンキッチンカー万歳食堂さん。 はい、もう RKB の方はねおなじみだと思いますけども、ねはい、も,もちはまでもあのケータリングフードを売っていらっしゃいますけど、うん、あのバンザイ食堂さんがえっとこの,あの企画のためにですね特別に作っていただいたメニューで、えー、まあ口からね入るものってのは当然やっぱりそのアジアの水と関わるわけですからまあそういうことであの食べる水のアジアみたいなことだったり、うん、あるいは今、ご興味いただいた踊る水のアジアですけど、えー、これもですねあの福岡で福岡を拠点に活動中のアジア音楽パーティーソムタムワナカーンっていうチームがいるんですよ。えー これ、パパイヤのサラダってあるじゃないですか、あれがソムタムっていうんですけど、それが好きな連中の DJ が、なんか火曜日に集まって、キースフラッグっていうクラブで活動を始めたっていうのがきっかけで、ソムタムワナカンっていうチームになっていて、もう2、3年ぐらいやってるのかな、そうそう、でもこれがね、すごいもうやっぱドープなですね、もう本当にアジア音楽の面白いところですね。 いろいろ持ってくるようなあのチームになっていて、このチームがですね会場の BGM だったりとか、夕方からの、の3日間いずれも夕方から DJ プレーをしてくれたりとかっていうことで、ちょっと楽しいイベントになっていくわけですね。で、やっぱその美術館でパーティーを行うとかっていうのは、実は海外とかだと、割と例えばそのちょっとあの関係者のレセプションだったりとか、あるいはあの資金集めのためのファンディングだったりとか、もちろん一般向けも含めて、あ割と実はまあ行われてたりするんですけど、 はい、まあこと日本のまあこういうような公立の美術館で、こういったあのまあ一般向けのフランクなパーティーが開催されるということは結構珍しいはずで、今回、ご,ご一緒されているその福岡アジア美術館に関しても、今回のような DJ を入れてのパーティーはあの過去初めてだということでおっしゃってたので、うん。 まあそういう意味でも、歴史の初めての瞬間をですね楽しんでいただける場になるのかなというふうに思うんですね、ええ。で、やっぱりあのこんなふうに、美術館っていうと、どうしてもやっぱりちょっと敷居が高いとか、なんかどういうふうに行っていいのか分かんないみたいな方が、例えばいらっしゃった時に、いやいや、音楽からとか、食からとか、あるいはなんかコーヒーとかもいろいろ出すんですけど、そういうまあ美術以外のいろんなジャンルで、アジアにもかあの関わりがあったりとか、興味、関心を抱いている方っていうのが、美術館っていう場所で、なんか こう交差するみたいな楽しく交差するみたいなう、まあ、そういうような現場が作れればなっていうことでやっていくあのイベントになるということですね、はいでまあ、今回ですね、まあ、その,あの食べるとか踊るとか、まあ、いろいろやっていくわけですけどその中でも、えっと、メインイベントの一つになっているのが。 まあ一応、学ぶっていうところにですねあの分類しているんですけれども、ええ、ノンフィクション作家、高野秀幸さんによるトークサイン会というのが、9月2日に 2>、はい、えっと開催予定でございます。ええ、でこの高野秀幸さん、えっと、ご存じない方も、ご存じの方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、高野さんはですね、誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし。はい 誰も書かない本を書くっていうことをポリシーとされている、はあ、ノンフィクションの作家でいらっしゃって、ね、そうなんですですも世界各地のですね辺境の数々に実際にあのご自身で滞在されて、えー、でまあ独自の視点からまとめられた書籍っていうのをかなりの数、ですね、はい、刊行されている、えーえー、ご本人ももう今何冊書いたか覚えてないっておっしゃってたんですけど、えー、<laughs> そうなんです、えーで。例えばこれどういうういいい本書てきたかっていうと、うん 例えばそのコンゴ奥地のですね湖に太古の昔から生息するって言われる謎の怪獣、ムベンベってやつがいるらしいんですけど、そいつを発見するために、うんあの、早稲田大学に在学中に行ったっていう冒険記、厳重、はい、ムベンベを終えっていうのでデビューされて、その後も、えっとも例えば数十年以上内戦が続いて、まあ、あのたくさんの武装勢力とか海賊が跋扈する崩壊国家とも言われているソマリアのですね、さらにその中の世界一 危険なエリアに飛び込んで、まあ、そのルポルタージュした謎の独立国家ソマリランドっていう本。クレイジージャーニーじゃなあ、でも、そうなんです。すね、まさしくね、クレイジージャーニーにこの人出たりしてる人なんです,ねですよ、ね。そうなんです。ツワモノなんです。 そうとかね、なんかね、納豆の謎をです、ね、あのあの解明するためにあの、なんだろう、アジア各国をです、ね、旅していると、実はアジア各国に納豆があるねっていうことを<お>あの発見していったりとかです、ね、えー、そうであの、地続きのアジア史が実はその納豆経由で見えてきたとかっていうことをやったりする、<ー>あのなんかちょっと違うアプローチで、まあ、その要はあの、未踏の動物とか国家とか文化とか、うんまあ、そういう、まあ、文化的にも辺境な部分をですね、えーまあ、掘り深めるような方なんですね。<laughs> であの今回、まあ、あの来福してイベントされるのも、実は今回がその福岡、九州でイベントされるの初めてだっておっしゃってました、なんでそんなにあの命かけてまで誰も調べようともしないことに、まあ、挑戦するのかというところがやっぱり気になるんですけど、まあ、それ、あのご自身の著書でも書いてらっしゃったんですけど、まあ、基本的には、まあ、他人のやらないことは面白いと。 <laughs> あとあの、他人のやらないことだったら無意味でもまずはやってみると <laughs> で正しいかどうかよりもまず面白いかどうかで決めるんですというようなことをおっしゃっていてでもまあ結果、そういうふうにやっていくことでさっきの納豆だったりとか、はい、あのソマリアだったりとかっていうのは、はい、あの誰も今追いついてないぐらいのもう本当第一人者級の知識と、まあ、そのもう経験を持った専門家みたいになっていてんなんか、ね、だんだん高野秀幸っていう一つのジャンルになりつつあるなって感じさええー、<laughs> するんですよ。 そ,うでまあ、そんな方が来てくださるんですけど、まあはい、今回その高野さんをじゃあんで水のアジア店に呼ぶのかっていうことなんですけど。えーはい これあの実はですねあの高野さんが7月にご出版されたばっかりの,あの著書がですね、あのー、理由でありまして、はい、今、この手元にもある、イラクスイコ伝という、ですねめちゃんこ大きい本があるんですけど、分厚いです、ねはい、これあのページにして480<ー>ページですね、<ー>重さにして690グラムありますけど、<laughs> そうこれもう、だから鈍器ですね、もうねちょっとしたものだったらね殴ってどうにかできるっていうぐらいの本なんですけど。 でこれがですねまあそのタイあのタイトルにあるイラク水イ伝っていうところからまあちょっとあの連想できなくもないのかな、うん、謎の謎の巨大湿地帯が実はイラクにありまして、うんはい、これがアフワールって言うんですけど<ー>えー、そこのですねえっ、ー、と地元の人たちの暮らしだったりとか文化っていうものを<ー>あのご自身がまた潜入されてあのまあルポルタージュしたっていうような方になってるんですね<ー>で。 あなんだろうな、やっぱこれ、この本自体がもう、まずめちゃくちゃ面白いんですよ、でも、こんだけ大きい本なので、ちょっと読むの大変かなと思うんですけど、まあもう読み始めたらすいすい、本当に読めちゃう、冒険記みたいになっていて、アフワールっていうのがどういう場所なのかとか、その土地に暮らしている人たちの暮らしだったりとか、食文化とか、いろんなこう生活文化みたいなのも見えてくるっていうところで、あの高野さんと、あとその旅に同行された山田隊長ってやつがいるんですけど、山田隊長、あと現地で仲間になっていた、そのくせ 強なですね<ー>面もうその現地の面々がです、ね、でもう頂上発信していきながら、まあ、その目的を達成していくっていう、ですね本当に一大読み物になっていて、でもやっぱこの本作るにあたって、その取材時期とコロナ禍の渡航制限が重なって、ですね、はい、かなりやっぱりですねこの本を作っていくのも大変だったらしいんです<ー>で、実際行けない時期とかも相当あったらしいんですけど、ええ、まあ高野さん、さすがで、やっぱその行けない間に、うん、あのなんか現地で見たあれってもうちょっと調査できるかもみたいにして。 新しいトピックを見つけて、またその次に行けたタイミングであの取材とかすることで、結果、これもまた日本で多分一番初めに、ある分野のですね新しい研究成果をですね残すようなあの結果になってるんですよへ<ー>。そう まあなんかあの高野さんのお仕事はどれもそうなんですけど、やっぱその視覚紙面の計画性みたいな、一直線でここからここに調べに行くぞみたいなことではなくて、とにかく迂回と現場で場当たりで、とにかくあり合わせの材料でなんとか答えにしていくみたいなことをしているうちに、本当の発見に行き着くみたいな、なんかですね、ブリコラージュみたいなこと言うんですけど、そのブリコラージュ精神が高野さんのお仕事で一番面白いところだし、なんかね、読んでる側にもちょっと勇気づけられるものがあるんですよ。 やっぱり飛び込んでもがいているうちに答えが見つかっていくみたいなそういう面白さがあるんです。ということでまあその高野さんをお迎えしてのトークイベントは、えっと、この p ム m の中での、えっと、真ん中の日、うん、9月2日の土曜日、えー、2時からです、ねえー、ご参加100名限定でもう今、ほぼほぼ、えっと、事前申し込みも、えっと、埋まってはきているようなんですけれどもあああのご興味ある方アジア美術館のホームページの中でこの p パ m というです、ねえっと、イベントの概要ページがありますのであのそちらの応募フォームからですねご応募い いただければ、うん、もしかしたらまた入れるかもっていう感じでございまして。楽しそうですよね。ねそうなんだ。なので、いろいろなアングルから、あのね、あの展覧会の楽しさをまた見つけていただける機会になればなというところでございます。はい、パーティー、アットザミュージアム、パーム、水のアジア展編ということで、9月1日から3日まで。福岡アジア美術館で開催ということですので、興味の方はある方はぜひお願いします。みなさん、ありがとうございました。ありがとうございました。樋口清則です。 僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています固定観念や規制概念をぶち壊すポッドキャスト番組我思うゆえに我ありぜひお聞きください